もう今で12年目なんですけど、もう最初はもう一人だけ、私一人だけの一人親方で、毎朝も自分で用意して毎日こう人を手配して、こう仲間をかき集めて毎日毎日こう人を探しながら、毎日をこう一日一日を過ごすのでも精一杯で、まあそれを5、6年繰り返して、まあ一社の元請けさん一つだけでもずっと毎日を過ごす状態に、あれっすよね、ナバナさんは元から設備、ね、空調をやりながらガスとかやりながら来てるかもしれないけど、小野寺さんっていきなり全然関係ない、ね、塾の先生からなんで職人になったんですか？なんで、まあ、正直なところ言えば選んでなったわけではなくて、スタートは本当にそんな感じでしたね。あの震災がやっぱり自分はもう大学卒業の年にあったので、はい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 、そのまま就職が続けられない、うん、もう大学卒業して就職っていうのがそのままできなくて、うんうん、で点々と県外歩いて営業してみたり、うん、はい、いろいろなことをしましたけど、やっぱり地元で仕事がしたいということでこっちに戻ってきて、じゃあ何かしなければってなった時に、その日給月給のお仕事ですか、うんうん、まず職人さんということで、うん、まず車の免許もまだ持ってない状態、うん、免許なしで業界に飛び県外に行って、はい、もう横浜とかだとやっぱいらないわけですよ、うん、もう、まあそうですね、車の免許で戻ってきても20年前半半ばぐらいになって、まあ、免許も持ってないんで、うん、これは取らないとって、まず日給月給のお仕事を始めたのが、うん、この業界のきっかけですよね、うん、でその時に社長と出会って、でやってるうちにこの仕事の楽しさに気づいてしまったと、うん、なるほど、そういう、それがまあきっかけ、全てのきっかけですかね、うん、そうなんですね、やってみてどうですか？楽しいと思いますよ。もう飽きないですよね、うん、同じ仕事はやっぱりないですし、うん、全く同じやり方で全て収まるわけでもないですし、うんうん、頭はすごい使いますし、うん、お客様によって性格も違うし、はいはいはい、同じ仕上がりでやっても喜ぶお客様、うん、クレームのお客様ってやっぱりいらっしゃるので、うん、あ、なるほど、日々探求ですよね。じゃあ単なる職人というか、はい、取り付けるこのその工事っていうだけの目線じゃなくて、はい、やっぱしその相手先、いわゆるお客様がなんで今回こういう工事をお願いしたいのかとかっていう背景まで考えて、自分なりにこう今回どういうふうにしたらば喜ぶかなとか、そういうことを結構考えてやってらっしゃいますね。最初はなかったんですよ、それは。最初はなかった。そういう職人さんが少ないですよね。本当に最初はやり始めて、もうなかなか空調として社員として入った時は、もう社長と仕事をしてるのが楽しいんで、お客様のとかじゃなくて、社長にこれやってこい、これやれって言われたら、その通りそのまま社長に言われたことをやるのが仕事だと思ってたんですよ。でもそれが1年目で終わって、その次の年ぐらいになってくると、こう一緒にこう社長と回ってる時にお客さんが喜ぶっていうのが楽しくなってくるんですよね。なのでそうすると、社長に言われたことばかりやるっていうよりは、社長にできないことをフォローしてやるって言ったらあれですけど、例えば職人さんはこう仕事はできるけれども、あの説明が下手だったりとか、知識はあるけれども技術がなかったりとか、そういったのをこう補って一緒にこうお客様を満足させるっていうのがこう企業なんじゃないかなって、まあ特に中小企業であればなおさらだと思うんですけど。独立当時のもう人たちが一番こうサポートしてくれた人たちが、もう今はもう退職したりとか、もう他の子会社に出向したりするしたりして、こう今のメンバーっていうのがもう当時のその立ち上げた時の熱い気持ち持った人たちっていうのがもういなくて、今の現状はもう本当に一人の担当が転勤してしまえば、もう仕事の受注もすごくこうガラッと変わる。あ、じゃあこの元請けさんにそこ行ってみないとな、こうご機嫌取りって言ったらあれだけど、まあこういう機器ですね、様子を伺いに行ったりなとか、あ、どこの業者さん入ってるな、どこの会社さん入ってるなっていうのが常につきまとう状態、うん、僕も昔まんま同じでしたね、うん、本当に自分が仕事をもらうのに、自分も最初下請けだったんで、3社4社さんぐらいとお付き合いさせていただいてて、うん、でそのうちの1社の担当者の人が、一番好意にしてた人が、転職
退社しちゃって他の会社行っちゃうと仕事がパーンって切れるんですね、うん、であと一発失敗すると発注停止とか食らったりとかして、そうですね、一緒ですね。でいきなり売上ドーンとか下がって、でそれで一回本当に不安でどうしようどうしようって考えた時に、やっぱしもうひたすら多くの取引先、いわゆる多くの元請けさんと3社4社5社じゃなくて50社ぐらいの元請けさんと取引すればいいんだっていう単純な打開策を浮かべて、で多くの取引企業さんのとこに門叩いて取引企業数を一気に10倍ぐらいにしたんですかね。なんで売上構成比の 5% を超える元請けさんがいないぐらいにしちゃったんですよ。すごいですね、はい、でそうするとあの自分たちが忙しい時にはすいません忙しいんですっていうふうに言えるようになってきたっていうのもありますし、あの暇の日が逆になくなってきましたね。やっぱしいただく話が多くなってくるので、そういう形でなんか会社の中では結構そこが僕はユニオンテックっていう会社でいうと結構ターニングポイントだったですね。元請けさんの数をひたすら増やすっていう、でもこれがなかなかしんどいですよね。しんどいですね、はい、あのやっぱしこの建設業界の中ではじゃあ取引したいからって言ってポーンと、ね、飛び込んでも電話しても取引してくれるわけではないので、いかに自分の会社の特徴的価値を相手が理解してくれれば自分の会社を使ってくれる可能性があるかっていうところをこっちからめちゃくちゃ調べてたんですよね。で多分この会社だったら当時のユニオンテックのこういう部分を伝えることができれば絶対にうちに発注してくれるんじゃないかなっていう仮説を立てて、それをひたすらリスト作ってブワーッと電話したりとかメール送りまくったりとか直接行ってパンフレット持ってったりとかして、それで何回も何回も失敗と成功を重ねながらだん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 開拓してたんですね。2年間ぐらいかけて、すごいね。そこまでやってなんぼでしたね本当に。今のまあ建設業界もそれに結構近しいところがあって、当時もそうだけどやっぱし取引していない会社からいきなり連絡来ても何ですか誰ですかお宅はどこの誰って話になっちゃうじゃないですか。でああ分かりました分かりました、じゃあ今度何かあれば見積もりだけお願いしますねって言われるじゃないですか、うん、そうですね。で大体見積もり来ないか、見積もり来て、見積もり出して終わりになるか、うん、っていうパターンって多くないですか。ありますね、うん、まさに今大川さんが言ってた通り、ね、見積もりだけお願いして終わるっていうパターンやっぱ多いですね、はい、でもやっぱり数飛び込んでなんぼですし、一回行くごとにやっぱ何かしらのこうあの失敗談って言ったらあれですけど、何かしらのこうあの持ち帰って次に生かして、うん、でどんどん成功率を上げていく。でまあそれで、まあ、今聞いてびっくりしたのは2年かかったっていうのは、ね、もうそうだよね、うん、やっぱりまだ自分も結構へこたれてたんですけど、はい、失敗結構多くて、はい、2年やっぱ2年かかるもんなんですね。2年ぐらいは全然かかりますよ、ですよね、今の状態だと。なので2年まあかかっていいんだなって思えば少し気楽になりましたね。2年後に来た発注もあったしね。そうですね、2年やってから2年後に初めて名刺を、ね、うん、また見て連絡くださったかと思いますし、逆にねやっぱその時に視点を変えると確かに元請さん側の立場になってみたら、うん、ね、あのいろんな会社からもちろん問い合わせも来るだろうし、いつも使ってお願いして信用している会社がいるのに、うん、あえて危ない橋、ね、渡らないよなっていう気持ちも正直分かってたし、うん、で今、まあ、ユニオンテックも元請側としてあの協力会社さんにお仕事を頼む中でやっぱし慣れていて、あのコミュニケーションがちゃんと取れて安心な業者さんにお願いして一緒にやりたいですもんね、うん、で考えるとやっぱそこを突破するまでに、信用っていう言葉を作る手前の相手に与える材料がなかなか与えづらいんですよね、うん、実績って言っても見せられないじゃないですか、下請けでやってる時の実績って元請けさんのものだから、うん、でじゃあ何できんのって言ったら、ガス工事です、うん、それは分かるんだけどって、でどんな物件やってるのって言ってもあの物件やってきた今までのリストを出してもへーって言って終わっちゃってピンと来ないんですよね、相手的には。もう見慣れちゃってるもんだから、そういうものに。そういう意味で本当に建設業界のあの下請け業者さんっていわゆる本当に技術力を持ってる会社さんじゃないですか。そういう会社さんが見えない、わからないで信用できないっていうこの文化を本当に壊していかないと、絶対に下請け業者さんがいい元請けさんと出会える確率って一生上がらないかなと思うんですよね。
そういう意味で今後建設業界って技術を持ってる人が本当に見えるようになっていって、自然と元請け企業さんからオファーが来る、うん、もしくは直接エンドユーザーさんからもうオファーが来るっていうふうになっていくと、すごいさっき言った労働生産性、そこも変わっていくのかなって思うんですよね。チームサスティナの工場委員会とか、はい、ああいう集まりを機会を作ってもらって、まだすごく集まりは少ないかもしれないけど、仙台でこう少しずつその絶対会うことのない仲間たちとというか会社たちとこう会うことが結構増えてきた、これからも増えていくだろうし、サスティナさんに、チームサスティナとしては、いろんなツールもそうですし、どんどん東北に来てほしいな、はい、東北にですね、東北に、仙台かな、まずね、どん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 仙台に来てほしいし、壁もちょっと厚いかもしれないけど、こう新しい風っていうか、こう どんよりしたイメージがあるよね、なんか風が吹いてないような、だからこう新しい風をこう、吹かせるって言ったらあれだけど、やっぱ建設業のイメージっていうか、そういうのをちょっと変えていってほしいというか、やっぱその今後小野寺さんに会社を大きく任せていきたいみたいな、任せていきたいですね。なるほど、自分が引退退くってんじゃなくて、自分はやっぱ現場のこうプレイヤーでいて、で内部をこう采配を小野寺君に振るって、自分いなくてもいいような会社でこうボリュームアップできていけば、今度次のことができるな、それが同じ建設業かもしれないし、建設業にこう関連する仕事かもしれない、そこら辺は小野寺さんはもう名花さんから直接的に聞いたんですか？聞いたこともありますし、でも正直に言うとですよ、正直言えば嫌ですけど、やっぱり自分は、さっきも言ったんですけど、社長と仕事するのが楽しくてやり始めたのがきっかけなんですよね、でお客様の笑顔が次大事になって、でもやっぱりその中にはなばな空調のうちの社長がいた上でのやっぱ仕事なんですよ、なんでそれを社長任せっからって、俺はちょっと退くからってなったら楽しくできんのかなっていう不安はやっぱありますけど、でもそこでさっきも自分が言ったように、社長にないものを補っていく、自分でこう責任感を持って社長はやれないことをやっていくっていうのをやって、で社長がいざじゃ社長を任せるってなった時に、それはもう社長が例えば年齢が来たのかもしれない、体力が来たのかもしれないですけど、社長にとって今の社長業がやれないことになったんであれば、そこは自分が補わなきゃいけないし、もしくは他の今のなばな空調の従業員で補わなきゃいけないし、それが企業だって思ってるんで、その時はやろうかなっていう気持ちを持っては今は常にいますね。生田さんのところは本当にチャレンジ精神めちゃくちゃありますよね。もう最悪潰れてもいいかなって勢いでやってるんで俺はもう潰れてもいいかな。それはちょっと初めて俺聞きましたね。いやでも思ってる思ってるもう本当になんか現状に満足することなく常にこう先を見て、社長がグイ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 って、で多分そういうタイプの社長だから、多分なんか小野寺さんとか、じゃあ次はお前頑張ってくれよみたいな話を多分受け取ってると思うんですよね。でそういう環境の中でやっぱ自分自身小野寺さんが会社の中で要は結構裁量権を持たせてもらって自分でコントロールしてるっていう感じなんですよね、はい、ですよね。そうするとやっぱやりがいっていうのが出てくるわけじゃないですか。出ますね、はい。何年目からそんな風に主体的に考えるようになったんですか？いやもう2年目からはもう、あそうなんですね、1年目ぐらいはやっぱ何もできないんで、工事も、何も覚えてないですから、まず覚える、社長に本当について歩いて工事して、やっぱり嫌になりましたよ、もう本当明日行くの嫌だなって思う、具合悪いなって思うのもありましたし、これやれあれやれっていうのも嫌だなってありましたけど、社長のために社長に言われたからやるんじゃなくて、自分で考えて、あこれは社長できないんだから、これやれたら
文句言えないだろうなとか、うん、社長俺にも文句言えなくなるべなとか、うん、そういうのを自分で考えてやれば、うん、やっぱここまでこう信頼をしてもらえて次期、ね、社長で頼むぞなんて言われるってことは、まあ、本来普通の会社ではありえないですよね、うん、昔からお付き合ったわけでもないので、うんうん、だからまあそのあたりは自分も自信持ってやってますけどね、うん、自分より年上ですから従業員になってみんな同い年か年上しかいない中で、うん、こう役職をつけて今やってやらしてもらってる、うんうん、っていうのはやっぱそこまで信用されたのかなと、自信持って、まあ、皆さんは今まで何十年もこういう業界で働いてきた人、手に職もすごいあって、でも自分は知識はあるけども腕は全然なかったわけですから、1年目2年目なんて、でももう3年目4年目からこうやってこうこの今のポジションで頑張らさせてもらえてるっていうのは社長に認められたからなのかなっていうのはありますね、うんうんうん、これからは仙台の中でどんな会社になっていきたいとかって考えてるんですか。いやもう誰もが分かる会社っていうか、うんうん、あそこやるよねっていう、ちっちゃくてもいいですよね、うん、10人いなくてもいいし、小野寺さんから見たら何が一番強みですかね、うん、腕もちろん大事ですけど、まあ、知識を持った上での腕なんですよね、自分の考えですけどね、これは、まあ、こうやればこうやってつくんだ電気でも、どうやってつくか構造はちょっと分かんないけど、ではお客様に満足を与えられない、まあ、今のはもうかなり大雑把に言いましたけど、うんうん、はい完成しました、どうぞお使いください、え、なんでこれこういう動き、なんでこういうふうに動くんですか、ちょっと説明書見てください、では次にもつながらないですし、やっぱ知識をつけた上での腕、そのためにやっぱ資格があった上での工事だと思うんですよね、うん、でまあうちの社長はもう資格が大好きだったので、うん、もう昔からずっと資格を取って、もう今もう何でもできるぐらいの資格があるわけですよ、うん、ちなみに何個持ってますか。いや全部で何個ぐらいあるんですかね、まあ、40は超えてる、50あるあ、そうと性格の方がそうですか、うん、多分今後は逆に元道具さんたちが自主的に菜花さんみたいな、会社さんをあの自分たちと取引してくださいっていうような状況になる時代に多分なると思いますし、多分あの、まあ、そういう形で会社をどん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 前に向けて成長していこうっていうスタンスの会社さんだったら、自然とそういう元道具さんがあと半年後ぐらいにどん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 勝手に現れるんじゃないですか ね、 ね、そういうのを僕らはあのお手伝いする形で、うん、それこそ自分たちのサステナとしての取り組みっていうのも、まあ、なるべくそのなんていうんですかね、いい会社さんがここにいるよっていうのは目立つように知られるように、うん、っていうことだけをまず基本的にやってるの で、 で最終的には、まあ、いいお客さんもしくは元お客さんと例えば菜花さんたちが出会っていけばお互いのためになるんですよね、うん、お互いのために、これ知らない、発注していない、もう食わず嫌いと同じなんで、あの最低限まずサステナでは知れるようにしていこうと、あとはこれ元奥さんとかお客様がまず菜花さんにお願いしてみなかったらわからないじゃないですか、絶対に。その時に菜花さんが圧倒的パフォーマンスを成果として返すことができたら、相手は絶対出会えてよかったと思いますよね、うん、いやこれからも頑張っていきますので応援してます、はい、ぜひぜひとも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。